スのお話ばかりした覚えは。いえ、少しはしたかもしれませんが。おうおう、どうした？いきなりでっけえ声出しやがって。合唱コンクールの練習か、それとも詩吟で目覚めたか。違いますわ。先日受けたインタビュー記事の確認です。ですが、これは悠々しき事態です。大乱闘夏色爆発。休日の過ごし方ですか。友人たちとお茶会をすることが多いですわ。さすが、優雅でいらっしゃいますね。ちなみにお好きな紅茶などはありますか。そうですわね、ミルクティーに合う紅茶など。最近はハロースのバニラブレンドが気に入っておりますの。豊かな甘い香りと、それに負けないしっかりした渋みが焼き菓子にも生菓子にもよく合って、とても美味ですのよ。聞いているだけで美味しそうですね。とても。特にいちごショートとの相性は抜群ですわ。まさに最高のマリアージュで。私はそれほど頻繁にはいただきませんが、お茶会でお出しする品は吟味しておりますので。さらにメジロマックイーンさんは吹き矢のシュークリームもお気に入りで、一度に7つ食べたことが。音読なさらないでくださいませ。ああ、これ先月一緒に食べ放題いただけたやつじゃねえか。めちゃくちゃうまかったよな。とてもって、そうではなくてですね、これでは私がスイーツ大好きみたいじゃありませんの。大好きじゃねえか。ですが、そのまま書かれてしまいますと。とにかくこれは NG ですわ。スイーツのくだりはカットしていただきませんと。ではここからここまでカット。ハチミのお話もカットで。となると少し尺が足りなさそうですね。代わりにライアンさんとのお話を加筆してもいいですか。ファンの方も喜びそうな話題ですので。それでしたら私としても問題ありません。ですが、いいのですか。大幅な修正になってしまうのでは。いえいえ、それが我々の仕事ですから、お気になさらず。必ずやご納得いただける最高の記事を仕上げてみせますので。まあ、恐れ入ります。私の勝手でそのお手数をおかけいたしますわ。本当に大丈夫だったのでしょうか。スイーツのお話は確かに私の口から出たものなのに。いえ、それでもダメなものはダメですわ。あのまま世に出ては困ります。ですが、わがままでしたわよね。今後は目白家の馬娘としてもっと慎まなければ。あったあった、スプラッシュレクリエーションのお知らせ、ここに貼り出されてたんだ。って、あれ、こんにちは。マクイーンさんもお知らせを見に来たんですか。いえ、私は通りかかっただけですのよ。スプラッシュレクですか。千代の王さんはご参加を。迷い中です。このサマーウォーク企画、毎年大人気でリピーターも多いそうですよ。なんでも予選大会はプールで水中運動会をやって、決勝戦はどこか遠出して水鉄砲バトルをするらしいです。何、今年の決勝戦会場は太平洋の孤島、牧見島。まあ、穴場と名高いリゾート地ではありませんの。静かで美しい島だと聞きましたわ。戦で敗退しても決勝戦の観戦に行けるそうですから、島の観光も目いっぱい楽しめそうです。これ
は要チェックです。なんだかワクワクしてきました。まさに行く前こそバカンス、帰るまでが遠足ですね。なるほど。素敵なサマーウォークを過ごせるといいですわね。さあ、あんたのターン。おいよ、ここで伏せが決まればあんたの逆転勝利だぜ。正気か？このまま待てしていればおめえの勝ちだってのに。面白い、受けて立つ。後悔しても知らねえからな。あの声は、オラオラオラ、トープイッチ。さらにスキル脱走発動、リード引きちぎってやる。何、ここで脱走だと？しかもそいつは奇想本能持ち。くそ、打つ手がね。乾杯だ。まったく相変わらず騒がしいですわね。お、なんだよ、見てたんなら声かけろよな。今日の犬ゲームは歴史に残る名勝負だったぜ。へへへ、ギリギリ好きがあだになったな、中山。約束通りおめえにもスプラッシュレイクに出てもらうぜ。仕方ね、みんなで仲良く水遊びなんてまるで興味はねえが、賭けは賭けだ。参加してやるよ。あら、そんな条件で賭けを。スプラッシュレク、あなたもご参加なさるのですね。おや、海と言ったら船、船と言ったら私じゃねえか。あ、マックちゃんの参加届ももう出してあるからな。はい、今なんと。よっしゃ、今年は強敵ぞろいになりそうだな。ちょっと畳屋で修行してくれ。イグサソムリエになってやるぜ。私の参加届を買って。